スティーブ・ノバックは、イリノイ州、リバティビル出身のバスケットボール選手、NBA のニューヨーク・ニックスになど所属していた、ポジションはパワーフォワード。ブラウンディアー高校では、父親からコーチを受け、その後、マーケット大学に進み、4年間在学中で、平均12.4ポイント4.2リバウンド1.0アシストを記録、また年間で354本の3ポイントを、 姫メ道校の新記録を打ち立てた。2006年にヒューストンロケッツにドラフト2巡目32位で指名され入団し、2年間で70試合に出場したが、多くのプレイタイムは得られず、2008年にロサンゼルスクリッパーズに移籍し、71試合に出場し、フィールドゴール成功176本のうち、119本が3ポイントで41.5%の 効率で決め平均6.9得点を記録した。2009年は持ち味の3ポイントが不調で、出場機会が得られず、2010年にダラス・マーベリックスを経由してサンアントニオ・スパーズに移籍した。30試合のみの出場であったが、フィールドゴール35本中3ポイントは26本に及び52%を超える高精度ショットが戻った。 2011年 FA となり3ポイントシューターを多く抱えるスパーズではさらに出場機会を増やすことはできないためニューヨークニックスに移籍した2011から2012年シーズンは133本の3ポイントを47.2%で決めキャリアハイの平均8.8得点を記録したまた得意の3ポイントパーセントで初のスタッツリーダーとなった 2013年、トロントラプターズに移籍した。その後ユタジャズ、オクラホマシティサンダー、ミルウォーキーバックスと渡り歩いている。3ポイント成功率43.8%と、歴代の成功率でも10位以内に入るキャリアスタッツが、示す通りロングレンジを得意とする、ピュアシューターで、ストレッチ法として、キャッチリリースを持ち味としている。一方で長身ではあるが、 平均リバウンドは1.3、ブロックは0.1で、インサイドのリバウンド、ディフェンスに弱く、ベンチから13分程度の出場にとどまる、ロールプレイヤーの息を出ることはできていない。バスカットボールレフレンス。ありがとうございます。